ス、まだ戦ってたのか。もしかして今までずっとかよ。ええ、もう数えきれないほど次々とやってきて、いつの間にか砂嵐も止んだようですね。あ、本当にまた出てきたぞ。さあ今度は私に任せろ。ずっと溜まってたんだ。こいつらでストレスを発散してもいいよな。私ももうずっと狩猟の獅子の武芸を見ていませんね。せっかくなのでお願いします。しっかり見てな。行くぜ。はびこれ。逃げ道はあります。の余波でしょう。しばらくはもう出てこないはずです。みんなお疲れさん。さっきの砂嵐で怪我した人はいないな。この人は、おっと悪いな。さっきは村のお年寄りと子供たちの面倒を見ててな、お客さんたちへの挨拶に来る余裕がなかったのさ。私はアール村の村長だ。アンプおじさんと呼ばれてるよ。村長、俺ももともと砂漠出身だが、ここへはずっと戻っていなかった。そのさっきみたいな砂嵐はよくあるのか。よくあるとまではいかないが、最近はますますひどくなって前より頻度も増えた。砂嵐以外にもたまに地震が起こることもある。こういった異常な自然現象は、以前村にしばらくいた調査員によると世界樹の誇張と関係しているらしい。また世界樹の誇張が原因なのか。つまり世界樹の誇張は森に刺激を作り出すけど、それが砂漠では砂嵐とか地震って形で現れるってことか。自然界のすべては世界樹と切っても切れないつながりがある。確かにこれらの局所的症状は世界樹の状態を反映している可能性がある。ああ、アール村のみんなにも気をつけてもらわないとな。ところで今回私が帰ってきた時、グラマパラが一人もいなかったが、どういうことだ。グラマパラ、なんだそれ。キャンディスみたいなガーディアンとは違うのか。お前は好奇心旺盛だな。アール村の村人は教令院から追放された驚愕者を村の森人グラマパラと呼んでいるんだ。彼らの多くはアビディアの森で修行をした後、精神に異常をきたした学者たちだ。教令院は奴らの狂った言葉が他の学者の精神に影響を与えると考え、砂漠に追放した。まったくふざけた話さ。ああ、我々も最近これについては調べてるところなんだ。村にいたグラマパラたちがなぜかみんな次々と姿を消してしまってな。だが彼らがどんな風に去ったのか見た者は誰もいないんだ。もし何日かこの近くに留まる気なら、
気にかけてくれると助かる。俺は過去に奴らと接触したことがある。奴らのことについては俺が調べよう。そもそも彼らの追放命令を執行したのはマハマトラだろう。罪悪感に駆られ責任から解放された今の身分を利用して贖罪でもする気か。なかなか面白いメンタルをお持ちのようだ。皮肉を言っても無駄だ。もしお前に問題があったら、どんな身分でいようと俺はお前を処断する。お前さんは元大マハマトラ様だったのか。こういう調査には慣れていそうだ。どうかよろしく頼むよ。それってハイパシアのことを思い出したからか。狂った学者たちは確かにかわいそうだよな。オイラたちも探すのを手伝おうぜ。でもこのセノってやつと一緒に行動して本当に大丈夫か。お前まだあんまり信じてないんだろ。手伝いが増えるのはいいことだ。お前たちなら俺についてた部下の何人かよりいい仕事をしてくれそうだしな。まずは場所を変えて情報交換と行こう。